今回はですね、ダイナブック B55 というモデルをレビューしたいんですが、まずですね、この額縁の太さを見てください。なんと 1360×768 なんですよね。実は昔のモデルそのまんまじゃないところがかなりの注目ポイントなんですよ。拡張性ね、コネクターにも言えるんですけれども、光学ドライブついてますね。それから自分自身でね、メモリを増設する、交換もできると。こんにちは、戸田悟です。今回はもう完全ビジネス向けのノートパソコン、ダイナブック B55 をお届けしたいと思います。これね、なんか懐かしい感じのパソコンなんですが、結構いい部分もあるんですよ。ビジネス向けってこうじゃなきゃなと思う部分もあるので、ぜひご注目ください。今回はですね、ダイナブック B55 というモデルをレビューしたいんですが、普段ですね、僕がレビューしない完全ですね、ビジネス向けのモデルなんですよ。いわゆる普通の店頭では買わずに代理店から買うような製品なんですね。だからほとんどこういったモデル僕もレビューしてきませんでしたし、まあ世の中にもね、レビュー非常に少ないと思うんですけれども、いわゆるですね、こういう完全なビジネス向け、法人向けですね、わかりやすく言うと、法人向けのパソコンって何がどう嬉しいのとか、何が違うのというの点をですね、含めて紹介していきたいと思います。結構ですね、懐かしいなこれって思う方もいらっしゃると思うんですよ。ただそれなりの魅力もあるので、興味本位で見ていただいても全然構わないと思います。個人の方が買うモデルはないんですけれども、法人向けってこういうところに気を使って作ってるんだなっていうところがですね、とっても興味深いと思います。パッと見てですね、懐かしいなって思った方多いと思うんですけれども、まずですね、この額縁の太さを見てください。今のパソコンとは考えられないような、もう7、8年、もうちょっと前のデザインをしてると思います。でも、ビジネス向けって別にこれでいいんですよ。見た目で買うわけじゃないじゃないですか。もちろんね、見た目がかっこいい方がいいっていう声もあると思いますが、まずですね、めちゃくちゃラフに使っても壊れにくいパソコンってやっぱりね、額縁が厚い方がぶつかった時ディスプレイの衝撃少ないですよね。で、画面もですね、今見ていただけると、なんかね、映像のキレが悪いっていうか、そもそもアイコンでかくないって思う方多いと思うんですが、ここがね、まず最初の注目ポイントです。はい、今システムでディスプレイの設定開いてますけども、解像度に注目してください。なんと 1360×768 なんですよね。いわゆるフル HD 液晶でもないんですよ。まあ昔ね、確かこの解像度 HD 液晶って呼んだと思うんですが、すいません。僕も記憶がですね、曖昧になってますけれども、この解像度今時いるのかって方いらっしゃると思うんですけど、法人向けにはこういうニーズも実はあって、今使ってる他のパソコンがこの解像度だったら合わせる必要があるんですよ。実はこのモデルもですね、仕様がいろいろありまして、フル HD のモデルもあるんですね。だあえて、下の解像度を選べるようになってるんですよ。でアプリによってはもうこの解像度、136676% にしか対応してないアプリっていうのも業務用にはあったりするんですね。なので、あえてこの解像度を残してるっていうのはですね、実は素晴らしい選択でもあったりするんですね。フル HD モデルと HD モデル、15.6 インチですけれども、が選べると。このね、古い仕様を選べるっていうのが実はかなり重要だったりするっていう点が興味深いですよね。実は昔のモデルそのまんまじゃないところがかなりの注目ポイントなんですよ。拡張性ね、コネクターにも言えるんですけども、向かって右側面紹介していきますが、ここにね、SD カードスロットあります。まあまあ、これ昔からありますね。次、USB3.2 の Gen1 ですね。さらにこれ、Type-C 端子あるんですよ。これなんと USB4 ですよ、皆さん。ちょっとね、バランス悪いと思うかもしれませんが、HD 液晶のパソコンに USB4 ついてるんですよ。まあこれいいんじゃないでしょうか。将来ね、困ることがないという配慮ですよね。でさらに HDMI 端子、それからですね、こちら。こちらも懐かしいですね。RGB の端子。モニターね、古いモニターとか、プロジェクターにつなげる端子がついてます。これもね、これがないと困るという方がいらっしゃるんでしょうね。で電源もコネクタ、これ専用になってます。はい。で、向かって左側面ですね。手前からいきますね。ここにね、イヤホンですね。それから、タイプ A が2つありますけれども、これは USB3.2 の Gen1 ですね。光学ドライブついてますね。光学ドライブも、はい、ついております。でさらに、有線LAN端子となります。皆さん、ここも注目ですよ。このタイプ C 端子で今充電してるんですけど、ちゃんと充電のね、マークついてますよね。付属の AC アダプターは当然なんですが、ちゃんとですね、このタイプ C が USB4 なので、充電もできるようになってるんですよ。ですから、これ会社にね、用意した充電器とかでも使えると。こういうわけですね。はい。これがですね、古い設計ですけど、めちゃめちゃ嬉しいですよね。僕実はこの製品をレビューしようと思ったポイントがまさにこれなんですけど、見てください、皆さん。バッテリーを
自分で交換できるんですよ。まあこんなね、細いバー状のバッテリーついてますけど、何が嬉しいって、もちろんね、言うまでもなくバッテリー自分で交換できれば、下手った時に修理に出さなくていいですよね。これ仕事が止まらないじゃないですか。やっぱりね、法人向けモデルってこうであるべきですよね。いちいちですね、そのバッテリーって定期的に弱くなってきますから、当然。長く使った時に弱くなって修理に出さなきゃいけないっていうのはちょっとナンセンスですよね。これは非常に嬉しいポイントです。今ですね、また電源を再び入れたんですが、皆さんさっきバッテリー外したじゃないですか。あのロックがきちんとできてないと電源入らないんですよ。確か昔そうでしたよね。ちょっと懐かしいなと思ってしまいましたが、はい。このあたりもね、とってもよくできているなと思います。まあ昔ながらですけれどもね。で、電源ボタンはここにね、独立して、ついております。それから、もう一つ注目していただきたいのはこれ。メモリーのですね、はい、スロットがね、開けられるようになってるので、ちょっと開けてみましょう。はい、今ですね、メモリーの蓋を開けてみまして、今ですね、8が1枚刺さってますね。もちろん構成によっては8が2枚といった構成もできるはずですし、それから自分自身でね、メモリーを増設する、交換もできるということで、万が一メモリーが壊れた時でも、これだったらね、すぐで交換できますしね、動作が重いので16にしようみたいなことも簡単にできるわけですよ。メモリが変えられる。実はこれね、昔のパソコンみんなこうだったんですね。みんな大げさかな。かなりこうだったんです。特に 15.6 インチは。最近本当に変えられなくなってますけれども、これ嬉しいポイントですね。このですね、天板の仕上げも懐かしいですよね。樹脂製の天板なんですが、このヘアラインをね、のような仕上げにすることによって、傷が目立ちにくく、指紋もね、まあもちろん目立つんですけど、黒にしては目立ちにくいようになっています。懐かしい感じです。キーボードも懐かしくないですか？いわゆるアイソレーションタイプではない。今のキーボードって一個一個のキーが独立してるじゃないですか。ちょっとお見せしますね。これもね、今出しているのも別に新しいモデルじゃないんですが、まあこんな感じでね、キーが一個一個独立してますよね。で、この間には下地が見えないようになってますよね。もうこのタイプ。キートップを一個一個大きくして、こうアイソレーションじゃないですね。キーボード。これもね、ちょっと懐かしいと思います。一個の一個のキーがね、かなり大きくなってます。打ってみましたけど、まあまあ、打ちやすさでした。めちゃくちゃ寄せやすいというわけではありませんでしたけども、ちょっとね、これも僕見ていて懐かしくなりましたね。配列はなかなかいいですね。矢印キー、逆 T 字になってますしね。で、面白いのがタッチパッドなんですけど、これがクリックボタンに見えるじゃないですか。いやいやいや、これ何も機能してません。多分機能してません。わかんないですけど。はい。こっちでね、クリックできるんですよ。なぜこういう形になってるのかよくわかんないんですけども、これね、もしかすると画面の16対9に合わせてるんですかね。なんかね、特殊な形してますね。この辺もとても面白いと思いました。はい。それではいつものようにシネベンチャー R23 のスコアを計測してみました。今回採用している CPU は Core i5 の 1235U になります。ベンチマークのスコアはね、やっぱり12世代なんで、それなりに U プロセッサーでもいいですよね。Core i5 でもね、5400超えてますね。結構ね、パフォーマンス出てると思いました。冷却がいいんでしょうね。で、ただシングルコアはやっぱり1200台ということで、ちょっと、低くなりますが、業務用としては十分なんでしょうね。おそらくね、もう、例えばこれ、Windows 上で専用のアプリだけを動かすみたいな使い方もかなりされると思うので、性能的にはもうこれで多分文句なしなんだと思いますし、まあね、構成は変えられるし、なんならね、アプリを入れた状態でキッティングして、企業にね、何百台を納めるような製品なんで、まあこういうもんだという形ですね。それではいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでちょっとスピーカーもね、チェックしてみたいと思います。それでは再生します。スピーカーはですね、まあこれでいいんでしょうね。ぶっちゃけついてるだけっていう感じですね。まあまあ普通に聞こえますけど、ボリューム小さすぎて音の良し悪しを判断するのが難しい程度な感じですけれども、まあそもそもね、スピーカーなんか使わないよっていう用途に利用するんだと思います。もうビープ音が聞こえればいいぐらいな感じではないかなと、まあ予想しますが、企業によってね、使い方は違うと思いますけれども、で画面もね、動画で見てると多分結構綺麗に見えてると思うんですが、実物見るとやっぱりね、ちょっと白っぽいですね。コントラスト比が低いんでしょうね。ややね、白っぽく感じます。ということで、ダイナムックの B55 を紹介してきましたが、いつもでしたらここで価格をお話してまとめて点数つけるんですが、今回はもう本当に興味本位でね、ダイナムックさんにお願いして借りたので、点数つけません。というのも、この手のいわゆる法人向けのパソコンって、定価というかですね、最初の提示価格がめちゃめちゃ高いんですよ。だからそれで点数をつけるのが意味ないんですね。
実際はそれからですね、大手の販売代理店等に頼んで何百台とかね、何十台とか、まあ、千台を超えることもあるでしょうけれども、一括でね、契約して、で、さらに自社向けのアプリとかもキッティングしてもらって納入するんですよ。だから仕様も変わったりします。ということで、まあ一般的な点数をつけることは今回しませんけど、ね、ダイナモックさんのご好意で借りられたんですけど、結構面白くなかったですか？僕はね、非常に久しぶりにですね、こういう完全バリバリ業務向け、法人向けの、パソコンを見てみて、結構ね、面白いなと思いました。やっぱタイプ C がついていて、それが USB4 で、画面がフル HD とか、このアンバランス感がいいですよね。なんか古さと新しさが混在しているというあたりいいと思います。で、ディスプレイはさっきもお話したように、このね、HD 解像度とフル HD が選択できるという形なんですけれども、まさにね、完全業務向けという感じで、まあ、興味本位で見ていただいても楽しいのではないかなと思います。以上、ダイナブック B55 をお届けしました。いかがでしたでしょうか？仕事向きってね、これでいいですよね。完全に業務用ですね。割り切ればいいのではないでしょうか？チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。この戸田悟ファンクラブでは、毎月ね、僕がレビューしたり購入した製品の一部を抽選でプレゼントしております。月によって変わりますけれども、ミニ PC やノートパソコン、充電器、ケーブル、プロジェクター、何かいろいろなもの当たりますので、月によって変わりますけれども、ぜひですね、楽しみにご応募ください。時にはですね、当選の確率がかなり高くなってますので、楽しみに応募してみてください。応募するね、製品選びも面白いと思います。